お疲れ様です吉田さんまあでしょうねまあ、でも今から20年前を振り返ってみると車なんて、うん、結構オーバーヒートしやすかったりとかね故障しやすかったりとかいろいろあったと思うんですけどもやっぱり今の車っていうのはもう全然エンジンなんてあったかくならないしね冷却装置もコンパクトでかなり効きのいいのものになってるんじゃないですかね。で私の車40年前のですけどもやっぱ温度が上がりやすくて本当夏場っていうのはみんなね 乗れなくてて困っまますよ、まあですんでね、あのー、最近の車に乗るとトヨタの車に乗るとすごく快適で何て言うのかな乗りながらエンジンが温まらないかどうかってことをずっと気にしながらね走らないといけないのとそんな心配なくってビュンビュン走れるのと精神的な疲れ方ってのはだいぶ変わると思うんですよだから20年経つとテクノロジーも変わりますんでまあ車もね将来車どうなるのかなこんなにたびたびオーバーヒートするような車困るなーっていうのから全然そんな心配なくね。 あのそれこそアイドリングなんてせずにキーを回してすぐに走るみたいなことも多くの方はしてるんじゃないですかね、まあ、すごくテクノロジーっていうのはすごいなと思いますそれで髪の毛の問題も20年経ったらさすがにね髪の毛で悩んでる方の悩みを解決するためのお薬とかね医療設備とかは整うようになると思いますんで大丈夫じゃないですかね、うん、やっぱり髪の毛があるないっていうのは非常に重要な問題ですからね テクノロジーに期待すすればいいいんじゃないですかね、うん、ただそのテクノロジーも多分提供する側からすると無料ではないと思いますんでそのテクノロジーが使えるためにもやっぱり最新のテクノロジーは高いですからでもそのテクノロジーを享受すれば悩みが消えると思ったらね一度しかない人生悩み大きい人生よりも悩み 王旗を乗り越えた人生の方が映画のようなドラマのようなそんな人生なんではなかろうかと思いますそれじゃあナミさんによろしくお伝えください失礼します